トラベラーチャンネル。こんにちは。JST で海外ウェディングとハネムーンを担当している早川です。本日ご紹介する内容はこちらです。なかなか聞けない旅行会社スタッフが挙式したハワイウェディング厳選10式場ということで、今日は、そうです。ハワイウェディングを、まあ、これまで、旅行会社 JST のスタッフが44年間の中で選んできた、式場を、まあ、一挙公開ということで、今、実際にこう一緒に仕事をしているスタッフも含め、まあ、もちろん、これまでに、結婚式ハワイで挙げて、まあ、卒業していったスタッフも含めて、まあ、選んだ式場、うちの JST のスタッフがこれまで44年間で選んだ式場を、10箇所ありますので、まあ、そこを順番にご紹介していきたいと思います。じゃあ念のために言っておきますが、スタッフが選んでも結婚式が今手配ができなくなってしまったところはちょっと外してますので、すいません、まあ、卒業したスタッフとかで、あ、私の挙げた式場が入ってないっていう風にならないようにお願いします。じゃあ、まああの、あとはこの表題に書いた、こう、なかなか聞けないっていうふうに書いたのは、実際にこう、旅行会社スタッフが、こう、挙げた式場っていうのって、まあ、興味があるとは思うんですけど、なかなかね、こう、聞けないんじゃないかなっていう。で、まあ、その、実際の、そういう、携わっているスタッフが、実際自ら選んで挙げた式場だったら間違いないんじゃないかなっていう感じもすると思いますので、今日は、その、10の式場をご紹介していきたいと思います。まずじゃあ一つ目、セントカタリナシーサイドチャペルということで、この可愛らしいチャペルなんですが、まあ、綺麗な芝生の上にこう立って、ちょっとした小高い丘の上にこう立っているチャペルなので、この教会からはもうパッとこう一面海が、見渡せるというか見下ろせるような、作り立地になっていて、本当にここ、まあ、すごくこうに、まあ、人気があるというか、おすすめしているチャペルなんですが、なんとJST のスタッフがこれまでに、なんと3人結婚式を、選んであげたっていう式場なので、まあ、ここを選んでいただければ、本当、ね、間違いないかなっていう、ハワイっぽい雰囲気もありますし、まあ、先ほど言った、まあ、この立地もあるんですけど、まあ、ちょっとおすすめのポイントたくさんあるんですが、ちょっとお話しすると、時間がだいぶかかってしまうので、まあ、このぐらいにしておいて、でそのカタリナチャペルなんですが、まあ、こういった敷地内で選ぶコースにもよるんですけど、まあ、ガーデン、まあ、パーティーというかガーデンでこうそういうちょっとバーベキューをやって、まあ、結婚式の後そのままパーティーっていう感じにできますので、まあ、ご家族の方、ご参列の方がたくさんこういらっしゃって、式終わってからそのままハワイっぽい雰囲気でパーティー、お食事会がしたいなっていう方には、まあ、特におすすめの式場です。はい、じゃあ続いてガラッと変わります。セントアンドリュース、大聖堂ということで、ここはもう本当見ていただいても分かるんですが、まあ、ヨーロッパにあってもおかしくないような、大聖堂って言われるぐらい厳粛な、雰囲気がある式場なんですが、まあ、こういう回廊もあって、バージンロードの47メートルっていう、ハワイで一番長いバージンロードを持っている、大聖堂教会で、で、ここのちょっと特徴的なのは、この3列の席がこう正面に向かいの席が普通なんですけど、こういう3列車同士が向かい合わせで、バージンロードにこう向かい合わせのこう席に参列していただいて、結婚式に臨んでいただくっていうような、この配置がちょっとこう変わっているなっていうのと、あとちょっと見づらいんですけど、この入り口のところがこの全面ステンドグラスになっているので、まあ、ここから差し込む日差しがやっぱりすごく綺麗に、教会の中に入ってくる式場や、まあ、こういう式が終わってから、まあ、こういう外にも中庭があって、中庭でまあこういう回廊の場所や芝生のところで、結婚式の後の、まあ、写真撮影を楽しんでいただくこともできるので、まあ、ここはやっぱりこの雰囲気ですね。ヨーロッパ風の雰囲気がある、教会。ヨーロッパで本当は結婚式挙げたかったけど、ご家族の方とかご参列の方がたくさんいるので、まあ、ちょっと、ハワイで結婚式っていう方が結構選ばれる式場です。はい、続いて、コーリナ・チャペル・オブ・プレイス・オブ・ジョイ。で、ここの式場はもう、
やっぱりもう本当に人気があって、一旦ちょっとこうプロデュース会社さんが提携が契約が切れて一時期手配ができなかったことが、あるんですけど、またちょっと復活をしまして、その契約が切れる前まではもうダントツ、一番人気、年間で2600組ぐらいの方がここを選んで結婚式を挙げていた、まあ、チャンネルなんですが、まあ、ここの特徴は、まあ、この可愛らしい雰囲気とこのガラス張りのこう画面、まあ、祭壇越しのこう見える綺麗な海と、結婚式終わってから芝生やこうビーチのところでのお写真撮影が、まあ、そのままの流れでこうできるっていう良さがあって、で最大のポイントはここですね。このチャペルの内装がもう真っ白で、まあ、式場の会場選びでこの内装を見て、あ、ここがいいっていうふうに、まあ、一目惚れをして決められる方が多いかなっていう。なので、まあ、ハワイっぽい雰囲気の中、こういう真っ白の、チャペル内、あと、まあ、祭壇からの見える、近いこう海っていうのが、まあ、ここのコーリアの特徴で、まあ、人気があるだけのチャペルではあるなという感じがします。はい。じゃあ続いてセントラルユニオン大聖堂ということで、ここは、まあ、こういうこう斜塔になっている、まあ、チャペル、ここは周りの芝生もすごくこう綺麗ですし、まあ、住宅街の中にある、教会なんですけど、やっぱりね、ここは特徴としてはこの内装ですね、もうザ・アメリカの教会みたいな、なかなかヨーロッパでもこういうなんか真っ白のこういう作りの教会って少ないんじゃないかなって思いますが、まあ、アメリカの本当映画に出てくるようなこう2階建てじゃなくこう天井が高い斜塔になっている、教会で、祭壇のところがこう階段になっているので、なんてドレスの、まあ、トレーンっていうか、こう裾をここにこう垂らしてのこう写真がすごく映えるので、まあ、ここの式場を選ばれる方はドレスのこうトレーンがこう長いものを、選ばれる方がまあ多いかなっていう。ここも本当に中庭も結構綺麗な感じで、でそのなんですかね、この教会の結婚式もできるんですけど、実はこのガーデンウェディングっていうのもここできて、まあ、ちょっとこういう中庭のところにこういう参列者の方の席を作って、まあ、外のお庭で結婚式を挙げるっていうスタイルも選べるセントラルユニオン大聖堂になっております。はい、続いて、カワエホ教会。このカワエホ教会は、オアフ島、ワイキキがあるオアフ島の中で一番歴史がある古い、教会になっていて、まあ、この入り口のこのエンタシスのこの柱とこの時計台がすごく有名で、あと3号で作られたこのレンガ造りの、外壁っていうのが、まあ、特徴的な教会で、ここもさっきのセンタルユニオンとはちょっと違うんですけど、まあ、ちょっとアメリカっぽいこう造りの、まあ、木とこういう白い造りで、まあ、コアの木ですかね、作られている教会で、ここは、ね、2階席があるような、まあ、ここも大きい教会で、ここのもう一つ特徴としてはこのパイプオルガンの音色がやっぱすごく綺麗で、まあ、最大の、古いパイプオルガンがある、教会っていうのでも、人気があります。はい、続いて、キャルバリーバイザシーですね。うちのスタッフも昔なんですけど、ここで結婚式を、挙げられたり、あと自分もすごく仲のいいこう親友がここで結婚式を挙げるということで、家族で参列しに行った懐かしい、教会、思い出深い教会なんですけど、このキャルバリーバイザシーっていう教会は、ま、ちょっとこう外観はね、木で覆われててよく見えないんですけど、こうひっそりとっていうか、こうすごく、まあ、外からも全然ここに教会があるっていうのがわからないような場所にこうあって、ただここは特徴っていうのがハワイで唯一、まあ、唯一だと思います、唯一海が見える、祭壇越しに海が見える教会で、チャペルじゃなくて、チャーチ、ルーテル派っていう、まあ、宗派がある信者の方がいらっしゃる、正式な、教会、海が見える正式な教会は、まあ、このキャルバリーバイザシーだけになりますので、まあ、そこの内観はもうこんな感じですね。本当にここも天井は高くて、まあ、開放感がこうあって、まあ、全面こうオーシャンビューになっている式場になっていて、まあ、この特徴としてはと新郎新婦があって、こう新婦側新郎側っていうふうに分かれるんじゃなく、ちょっとこう片側に両家がこう座って参列するっていう、
まあ、ちょっとあの変わった、スタイル、まあ、撮影の関係だと思うんですけど、ちょっとこう両方に分かれるとなかなか上手に撮影ができないから、まあちょっとそういう風な参列の仕方を、する、まあ、式場で式終わってからも、まあ、外の芝生やビーチに行ってお写真撮ったりすることも、できます。じゃあ続いてセントピータースエピスコパルで、ここはもうずっとやっぱり昔からある式場 でここは本当にね、街中にバーンとこうある教会なんですけど、そんなにあの大きすぎず小さすぎず一番こういいサイズっていう、感じで、ここは内観がやっぱねすごくて、このステンドグラスあってまあ祭壇で、実際にあの、まあ、さっきのキャルバリと同じで宗派の方がいらっしゃるあのエピスコパル派の、教会なので、まあ、ここの、セントピータースもやっぱりこうちょっと昔から、まあ、そういう何ですかね、歴史ある、宗派のある、まあ、ちゃんとした教会でありたいなっていう方、しかもこのステンドグラスがやっぱり綺麗なので、ちょっとこうね写真映えするっていうか、あのそういうのもあのこ の教会の特徴かなと思います。はい、じゃあ次、アイネスビラノッツェ、ワイキレイヤ。ここはダイヤモンドヘッドがここにバーンってあるんですけど、ダイヤモンドヘッドのふもとに、このチャペルとこの控え室とかレセプション、お食事会ができる、会場があったり、ここ完全なこうプライベートな空間になっていて、ここも、まあ、ガーデンウェディングをしたりガーデンパーティーっていうのもできるので、まあ、内観はこういう感じでシンプルな、まあ、スッキリした。で式終わってから、まあ、こういうあの外であのお食事会パーティーっていうのをすることができるので、ここはねやっぱりご家族の方、ご参列の方がたくさんいらっしゃって、あの、まあ、結婚式もあの何ですかね、こういい式を挙げたいけど、その後のお食事会もちょっとこうハワイっぽいこうちょっと貸し切りでそのままの流れでできるところがいいなっていう方にはあのおすすめなので、まああのワイキキからまあすぐ近くでダイヤモンドヘッドを眺めながらっていう立地もあのいいかなと思いますし、まあ、行きやすいで、まあ、プライベートなこう空間でパーティーができるっていうのも、まあ、この、人気のポイントですね。じゃあカハラオーシャンウェディングということで、ここもねあの選んであの式挙げられた方は、まあ、ちょっと前 あの方なんですけど、まあ、ここはねザ・カハラっていう、ホテルの中のプレミアビーチハウスっていうレストランの前に広がる芝生にガゼボがあって、あと参列の方の椅子を用意していただいて、まあ、ここで挙げるガーデンウェディングになりますので、まあ、ガーデンウェディングの中の、まあ、最高峰かなみたいなね、あの本当にホテルの中の一番いい綺麗な場所であの海を眺めながら結婚式が挙げれるので、まあ、開放的な雰囲気で式を挙げたいという方には、おすすめです。はい、じゃあ続いてアロハキアクアで、ここは、今までご紹介した中で一番あの東海岸ですね、オアフ島の東海岸にあるちょっとこういう木がやっぱり生い茂ったり山がすごくあったりする場所にある、チャペルで、ここもあのこういうヤシの木の中に囲まれて、まあ、ちょっと可愛らしいチャペルがあって、やっぱりこの雰囲気っていうのがあのザ・ハワイ、ハワイの雰囲気の中で式が挙げれるかな。で教会の中はちょっとこう祭壇越しの、ね、窓ガラスはちょっとね、細い狭い感じではあるんですけど、天井もそれなりにこう高くて木でできていて、でここは式終わってから、まあ、こういったこうちょっとこうフラを踊れるような、まあ、オプションなんですけど、そういう、こうお時間を作ってみんなでこう楽しんでいただくことができたり、まあ、ここもちょっと外の、雰囲気の中でお食事会していただく、まあ、パーティーすることもできたりしますので、ちょっとここは東海岸にある、ちょっと自然の中で結婚式、ハワイっぽい雰囲気の自然の中で挙げたいっていう方には、おすすめかなっていう式場になります。はい、じゃあここまでなんですが、実はこのワイオールチャペル、一番冒頭に結婚式ができるところだけに限りますっていう ご説明しますっていうふうにお話したんですが、実はこのワイオールチャペルっていうのは、JST のなんと社長がかなり前に結婚式で選んだ式場、まあ、選んだというよりもこことそもう一箇所ぐらいしか選べるところがなかったっていう話なんですけど、まあ、今はワイオリっていう場所に朝食が食べれる、ベイクショップとかがこうあって、ワイオリキッチンベイクショップっていうところがあって、まあ、そこの向かい側にある、こういう石でできたチャペルなんですけど、
昔やっぱここのチャペルはすごく人気で、結婚式の手配をたくさんの方させてもらったんですけど、今はちょっとできなかったんですけど、去年の12月に、50回目のホノルルマラソンがあって、それに私が、行ってきたメンバーでちょっとここに行って、あ、懐かしいなと思って写真を撮ってきたんですけど、昔はこういうワイオリチャペルみたいな、こういう石造りの教会もこじんまりした教会も、実はありました。はい、じゃあ最後は、ちょっと今日ご紹介した式場、純不動で並べてありますので、今ハワイで結婚式を挙げたいけど、どこの式場にしようかなとか、どんなところがあるのかなっていうふうに考えているご夫婦、あとカップルの方や、あとそのご家族の方の、今日はね、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。この、10式場、これまで44年間の JSTA の、中で、やってきた中でスタッフが、自分の式に選んだ、式場になってますので、ぜひ参考にしてください。今日のご案内は以上になります。参考になったよっていう方はいいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。では失礼します。